合言葉をプレイズミーマトキットです。よろしくお願いします。さあ始まりました、マトキットトーク。このマットキットトークは、僕たちマットキットについてより深く皆さんに知ってもらうためのトーク番組です。毎回いろんな切り口でトークしていくので、ぜひ皆さんチャンネル登録といいね、コメントの方よろしくお願いします。ということで今日がボリューム3ということで、ありましたね、ワン、ツーと100の質問をやりました、はい、どうでした？長かったね本当は見たよ。あれ1本で収まる予定だったんだけど、俺1時間以上話してる、しかも100の質問ってポン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 答えていくんでしょ、それを1個で長いのよ掘り下げまくって切った20分ぐらいでもう9とか10とかそうなんですけど、まあでもあの本当に初めてねマットキット見る方とかが、詳しく知るような質問だったかな、まあ、逆に言うとファンの方はちょっと物足りなかったなっていう、そんなことないよ、あるかもしれないよ、あるかな、だからもっと掘り下げたさ、質問はさまた次回あるかもしれない、やりたいね、そうですね、なんですけど、今日はですね、番組始まって以来初のゲストの方にお越しいただいております。3回目にして もう自分たちの力ではすぐゲスト早すぎるすぐ呼ぶんだよ本当に。ということで、早速お呼びしたいと思います。流れたプロジェクトの皆さんです。お願いします。初ゲストありがとうございます。お願いします。僕らでいいのか。いやありがとうございます。よろしくお願いしま す。じゃあ流れたプロジェクトの皆さん、一人ずつ自己紹介の方お願いします。はい、ボーカルギターの流れで豊です。よろしくお願いします。ギターのアナザーです。お願いします。はい、ベースの桃山です。よろしくお願いします。ドラムのクリカーです。よろしくお願いします。ということで流れださんたちには、今回僕らのワンマンでバックバンドとして演奏していただくということで、ありがとうございます。お仕事ありがとうございます。無事ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。本当にね、ここ数ヶ月、めちゃめちゃお世話になってるんですけど、こうやってちゃんとトークするのは今回が初めて。そう、だってまだ言うても何回やってるかって言ったら、じゃあ3回とか3回とかで、多分、まだ全然お互いのこと知らないから。こういう場を設けていただいて、こっちもありがたいですね。ありがとうございます。よろしくお願いします。なんかね、それこそ僕らも本当にバンドを始めたばっかなので、ね、どうですか、バンドは。どうですか。でも自分たちだとあんまりどういう風に見えてるのか分かんなくて、他と比べようがないです。そうなんです。自分たちだけの世界で今やってる。僕らもまだね、そのマットキットのバンドサウンド聞いてないので、ここにはなんかね、ちょっと LINE とかでアドバイスとかはしてるけど、まだそのバンドサウンド聞いてないのでちょっと楽しみなんです。めちゃめちゃ僕あれなんですよ、それこそ2回目かな、初めて流れさんたちのバンドを僕らが見に行って、で、教わるみたいな、で、僕キーボードじゃないですか、そうか、参考がないあの日、演奏していただいた後、それぞれがね、マンツーマンで教えてもらってる間、俺一人ぼっちだ。それ寂しい、寂しい思いで。どう、しんちゃんとか。もう必死。でも本当に先日動画を、そう、なんか動画を、ドラムの動画を送ってくれて、なんかでもなんかいや、めちゃくちゃ嬉しいお言葉をいただけたんだけど、動画送ったの。そう、動画全部自分で撮ってスタジオで、で、クリカーさんにお送りして、どうですかっていうのを叩いてみた的な感じ。叩いてみた、そうです。いやでも楽譜とかもめちゃくちゃ丁寧に。なんか楽譜でも読める？いやなんかあれ結構勉強しました。自分の中で勉強して、あとはクリカーさんが叩いてる動画を見て自分で解読じゃないですけど、やるので、めっちゃ手書きの楽譜だった。いやでもめちゃくちゃ分かりやすかったです。いやそれぞれのメンバーがどれぐらいのこの密な感じでこう打ち合わせしてるのか知らなくて、こことここはちゃんとやってたりとかするけど、みんなどれぐらい俺ちゃんとできてんのかなとか、俺もがっつり教えてます。アドさんのもう恋人、家まで家も恋人並みに家に、すげー、大丈夫？もう超長いダチになったんだ、すげー。まあそんなわけでライブの前にですね、僕らと流れたプロジェクトさんの皆さんで親睦をより深めようということで、こんなコーナーをご用意しました。題して質問コーナー。
このコーナー本当にめちゃめちゃシンプルですよ。シンプル、僕らマッドキットが、流れたプロジェクトの皆さんに聞きたいことをですね、いろいろまとめましたので、こちらの、はい、すごい、こちらの、先ほど作りました、質問ボックスにある、いいフォントですね。お題に答えていただくという、本当にシンプルなコーナーでございます。じゃあ早速なんですけど、はい、じゃあ僕から聞いていきたいと思います。ちょっとね、何個か入ってるんですけど、100個ぐらい入ってるんで、じゃあまず最初の質問こちらでいきたいと思います。はい、デレン、マッドキットと最初に会った時の印象。どうでしたか、最初に会った時は。誰から答える。俺はなんかあメーカーさんに押されている人たち。いや、あと髪の毛みんな綺麗って、カラフルってが俺の大事にして、みんなどう。いや、まあ、似たような感じやとりあえず見た目が、ね、見た目がパッと、パッとしてる。色担当みたいな。ほんと、なんかそれこそ僕ら、まあ、髪色が激しいっていうこともあったり、激しいあと、ちょっと普通のライブイベントとかだと、人見知りで喋らないんですよ。はいはいはい、でそれが逆に怖いっていうイメージを持たれちゃってて、勘違いされるんですね。はい、なんか最初に会った時に、うわ、このメンバーちょっと嫌だなって。嫌だなって選ばれたら嫌だな。なんかありました、そういう。いや、でも僕らもどっちかというと、壁を一枚ある。あ、そうなんですね。最初はあるタイプなんで、同じような感じやと思う。ね、また仮面被ってるでしょ。得体の知れない感じが。ね、あると思うんですけど、でもみんなすごい丁寧に、こんなに怖そうなのにしっかり挨拶していただいて、ね、なんかまあそれがいいギャップにね変わってればそれでじゃあ2つ目の質問いきたいと思います。じゃあ、はい、ゆうたお願いしようかな。はい、よいしょ。はい、おー、いい質問ですね。はい、なんで仮面をつけてパフォーマンスしているんですか。おー、これはね、俺もずっと聞いた。これ、ね、でいいのか分かんなかった。今まで聞かなかった部分が。これが聞かれた。どこ行っても聞かれるやつ。そうですよね。それがね、明確な答えがそんなにないっていう、ね。一番最初に僕たちが、なんとなく、まあ、仮面つける前から友達で、普通にバンドはしてたんですけど、はい、アニソンカバーして、YouTube とかにアップしようってなった時に、本当になんとなくやな、なんか顔隠しとく、顔隠しとこうかな。そこら辺にあったその本当にこの、はい、コピー用紙をガムテープで顔に貼って、最初の仮面なんてこんなちゃんとしてない。そうです。今もちゃんとしてない。もっとしょぼくて、そうもっとしょぼくて形も違ったし、本当に別に何も決めたわけじゃなくて、その場で考えたら顔を、ちょきちょき、それが続いちゃってるっていう。最初に作った時もそのお顔だったんですか。俺は割とこん似てる。俺もほぼこれやな。ちょっと違う。俺も原型ないの。全然違う。なんかちょっと猫っぽいっていう。はい。じゃあ俺ちょっと違う感じにしようかなみたいな。ちょっと変わっていったみたいな。だから一番最初の栗川君の動画と全然違うから、ね。毎回違ったから。気になる。ドンステイレイジのやつも全然、はい、全然みたいな。でもそれこそあれですよね、初めてのバンドを教えていただくときにさ、演奏前に皆さん仮面つけるとか、あ、これがやっぱスイッチ入ってるんだなっていう。あそこ多分ね、BGM つけて、BGM つけてスローモーションしたらなんか映画っぽくなる。仮面つける瞬間めっちゃなんかモードに入る。あと一つ気になるんですけど、演奏するときってどうなんですか。見える、めちゃめちゃ見にくいでしょ。いや、邪魔です。そうか、フロメントが俺も目が、そうですね、一番細いですもん。これもでもだいぶ大きくなって、なんかちょっと年々大きくしてる。じゃあそうなんですよね。俺も視界は年々ちょっとずつ広がる。俺が見えやすいけど、栗川君本当に手元全く見えなくて、やばい。多分絶対難しいだろうなと思って。そう、だからリハーサルの方が上手ですよ。それなんか勢い余って取れちゃったとかってないですか。あ、一回だけ、あれだけあったな。一回だけ。一回だけ。どうしたんですかその時は。
俺気づかんかって、なんか横でゴソゴソしてるのかたまたま後ろに呼び紙を置いてて、はい、何てか知らんけど、その時に、いや、毎回置いとけよってでも、その仮面のおかげ、呼び名のおかげで大丈夫だった。栗川君もツアー中に撮れる、ツアー中撮れて、多分オンリーマイレールがやってるのに撮れて、どうしようと思って、こう持ってこう叩いて、片手ですか。でも俺、曲終わるまで気づかんかったけど、すげえ曲終わったら俺、さあれどっか行ったえ、なんかその絶対 MC みたいなことではないんですか、顔が出るのは。一応でもあんまり出してないよな、ちゃんと、うん、しっかり守ってるよな、僕たち守るもんなんだな、これ演奏と仮面と務めみたいな、まあ、仮面と務めとこう、こうしてたりいや、すごいな。桃山さんもあのメガネが、あ、メガネが取れちゃいそうで、これがあるおかげでね、意外と、あ、逆にフィットするんですか。固定されるからね。でもたまにこのマイクスタンドにこうガサってなってアッパー食らった時にちょっとそれはあるわ、俺もあるある、ガリってなる、仮面あるわ、仮面あるわ、仮面ある、仮面は共感できない、仮面ある、仮面ありますよね、言わないから、へえしか言いようない。さあ、じゃあ聞けてよかったな、ね、めちゃくちゃ気になる。じゃあ続いての質問いきましょうか。はい、しんちゃん、はい、お願いします。あれ、あった、はい、そう、たくさんありすぎてちょっとあれだったんですけど、はい、4人は仲良しなんですか。どうでしょうか。まあでもあの4人で一緒に高尾山登るぐらいの仲で、それはめちゃめちゃ仲良しじゃないですか。ツアー中も同じ部屋で雑魚人だよ。そうそう、よくね、一緒にね、風呂入ってるね、お風呂入りますね。あ、あの大阪の方にライブ行くときは栗川くんの実家に全員で泊まったりして、栗川くんのお母さん の, あのご飯を食べたり、めっちゃいいな。もうそう考えると仲良しじゃない。いや、俺な思うんやけど、俺は普通やと思ってるけど、うん、他のバンドに比べたら結構仲いいんじゃないかな。あ、まあでもマッドキッドとどっちが仲良しなのかって。マッドキッドのみんなはプライベートで遊んだりする？プライベートで遊ばないんですけど、なんか基本もう1ヶ月丸々一緒にいるみたいな感じなんで。あ、まあね、一緒にいるからね。しかもあの仲良さそうっすね。中はビジネス的にはいいっすね、はい、カメラ止まったら僕らもカメラ止まったら仲良でそれこそ大阪に遠征行った時に、うん、あの なんだっけ、朝早く着いちゃった時があった。ああ、ロッカーか、深夜バスかなんか深夜バス行った時に、うん、でその時にあの銭湯に5人で行って、うん、で、ね、であのすっごいちっちゃい露天風呂みたいなところで5人でこうやって、ああもうそれは一緒一緒。あの僕ら4人はちゃんとこうやってやってたんですけど、うん、こいつだけなんかもうすっぽんぽんですよ、こうやって一人で。そんな態度、それぞれの携帯のカメラロールに全員の全裸の写真がいっぱい。多分俺の写真が一番ありましてね。こいつなんかあのわざと長いことすっぽんぽんになってる。何をやってるの？これはわざとっすよ。こいつなんかすごい、でなんかこう服じゃないですか、ボディシールで踊るんで、なんかすごいこの辺りをめっちゃ入念に拭いてるんですよ。俺はこうだぞ。はい、見ろ。超がすごい。見せたがりなんだよ。見せたがりというよりはあの、そう、男のミュージシャンはもう全員抜きたがるよね。やたら。またすぐすっぽんぽんになる。だから今度もしかしたらワンマンライブ僕あのお見せしてるかもしれない。じゃあ続いての。じゃあ続いての。じゃあゆきさんお願いします。はい、流れ田さんたちも事務所に所属せずやってるんですよね、うんうん、僕ら、またギターなのやってるそうなのですが、僕らマットギットは去年から事務所を独立しまして、うん、はいはい、自分たちでやっていく上でのアドバイスはありますか。いつからやっけ、2年3年2、3年前か、もうそんなですか。そんなね、僕らもだからこれだって確立してるわけじゃないんで、はい、アドバイスできるかって言ったらできへんけど、逆になんか聞きたいぐらい聞きたいぐらい。いやいや、どうやってるんだろう、うん、お互いなんか誰かがこう連絡係だったり、社長です。あ、社長、いやでももうあの以前のそのマットギットの100の質問を見てくれたから分かると思うんですけど、もう本当にコロンビアの方がほとんどやってくださってるんで、うんうん、だから何もしてないですね。息を吸う、息を吸う、あの売り上げでキャバクラに行くぐらいしか行ったことあんの？ねえよ。大切やん。大切や、社長もう4人か、悪徳社長。僕らもなんか
なんとも言い難い、うん、まあでもあのバンドやってるだけやから、やってるだけって言ったらええやけど、その昔と何らかやってること変わってないから、勝手に役割分担はできてる、そうできてたりするね。その辺は似てるかもしれない、うん、そうだね。なんかライブハウスに連絡する係とか、なんか決めたわけじゃないけど、だんだんこう役割でこう、ああ、でもそういうなんかやってる、バンドのために何もやってない役割分担、みんながアナザックをサポートしてる何もしないっていういや、後でしばく。この間のそのワンマンライブの打ち合わせを、うん、あの Zoom でやった時あったじゃないですか、うんうん、あの時もあの穴澤さんだけ画面の比率がおかしかった。一人だけ縦向いてた。一人だけ縦で一人だけ画面真っ暗なの。直そうとしない。結構ちょっとでもそうしたらユキとやっぱ近しいよ。そうなんかね、そういうか、やっぱそういう役がいるんや。めちゃめちゃ好きなんですよ。わかる。なんかあの近しいんだね、やっぱり。なんかあの教えてもらうときに、なんか差し入れというか、ドトールのパンを買って行ったんだけど、なんかそのパンを食べてる姿がもうなんか衝動が恋してるやん、恋してるやん。すごい、あ、ありがとうっつってこうやってあの、すごいあの、かわいいね、かわいいね、そんな風に。あ、でも嬉しい、嬉しい。ありがとう。なるほど。芽生えてるね、ちゃんとね。いや、本当に素晴らしい。来てくれるの楽しみだね。今日は何もしてくるから。ちゃんと拒否せなあかんね。もうあかん時は。家がそれも近くて。あ、そうなの。はい。近いんで、あの駅まで迎えに来てくれる。優しい。最後はだから今日は迎えに来なくていいって言っても。あの付き合って、ちょっと、いや、連れ立てして結構距離があるから、こさせちゃうと、あれかなと思って、いきなりの入るよね。でも、それ言っても、帰りも一緒に歩いてる。一緒に歩いてくれるって言い方や。しかも、あの、さりげなく、ところが悪い。うわぁ、すごい。俺らには見せない顔、俺らには見せない顔持ってるな。いいなぁ、やっぱ俺だけ。僕ら全力で3人がこうね、サポートしてるから介護してるから。これからもよろしくお願いします。ね、ワンマン終わり、ワンマン終わりもちょっとギターなしでいきます。とりあえず同棲したら。でもいいな、やっぱ俺あの何もないから。そうだよね、そうだよね、関わりがね、何もないから。じゃあ、最後かな、はい、リンさん、はい、お願いします。今回僕らの楽曲を演奏してみていかがでしたか、マッドキットの曲の印象などということで、はい、よろしくお願いします。あの今まであんまりこうやってこなかったジャンルでもあったりするのかなっていう。 でもギターとか割と得意な感じだった。あ、まあ、でどうだ、曲によるけど、でも俺は基本的にすごいかっこいい。かっ、そう、かっこいい。いや、マジで曲メロディーもすごいし、なんかリズム的なこうビート感もいいし、うん、僕はもう楽しみです。ありがとうございます。まだだからあの一緒にまだリハする前なので、これがこう生でこう演奏してみんなが歌ってってなったらどうなるのかってめっちゃドキドキ湧くようになる。そうですよね、僕らも打ち込みやからね。そうやんな、いろいろ変換することもね。なるほど、生ドラムにするにはっていうところでね。いやだから僕らが演奏してマットキットが歌う最初のリハの時に、はい、え、なんか違うって言われたらどうなるのか。ちょっと怖い。でももうね、音源はね、いただいて、それはもうめちゃくちゃ、うん、そう、特にこの本当にドラムのパターンが、なんか原曲といい感じにすごい、どうしようかなと思って、大体、処理やるのが全然大丈夫です。そうか、生ドラムになると、打ち込みやったりするわけでね、そうですね。だから俺たちもそれに合わせてね、なんかダンスのやり方を変えたりとかしていけるかなっていう。あと楽しみなのは、やっぱあのみんなのバンドの、バンドパーク。俺それ本番より緊張する。確かに。山田さんたちに見せる。リハが多い。一番緊張するもん。俺らあのこうやって髪持ってる。怖い。最初の1回目やばいでしょ。やばい。どうしようめちゃめちゃ上手かった。でもそれ確かに本番より緊張するかも。お前はしないだろ。いや俺だって緊張する。いや僕らがだからその一からダンスをやるぐらいのことなのかなって。ダンス絶対無理。絶対無理。絶対無理。無理だ。そう、なんかそれが一緒。本当に無理な人がぐらいのことに挑戦してるんやろなっていう。でも初めて俺らも
バックバンド、あのバンドでやるのは初めてです、ね、夢だったからずっと言ってたんですよ、本当に夢だったから。いやもうこれからもうアナザー君どんどん使っていいんだ楽しみ、しんちゃん大丈夫、なんか一気に緊張してきましたなんかこの後もバンド練習あるんですけど、うん、もうそこからちょっと皆さんがいる気持ちでやろうかなって思ってますでもあの最初にあのみんなに会った時にあの肝心なのはドラムやから、いやそうなんです、余計なこと言ってプレッシャー、プレッシャー、プレッシャー、そう言われたからはっきり言って最初はもうドラムが超肝心言ってしまった。いやでも本当そのプレッシャーに勝てるようにちょっと少し頑張りますでもクリカ君からもなんかねいろいろ、はい、あのアドバイス個人的な動画とか見せてもらったし、はい、全然叩けてるやんみたいな会話もしてる、見ちゃった、あ、全然いや頑張ろう頑張れ、バンドをする、まあ、心得じゃないですか、聞きたい長くやる全然もうこれを、まあ意識しながら演奏してるとか先生アナザー先生楽しくやろうぜ楽しくやろう楽しくやろう、間違えてもね、それはもうあんま気にしないで、気にして気にしなかった結果よ、気にしなかった結果、アナザーよく完成してるけどえ、あんまり気にしない、結構あるんですか本番でがっつり間違えめちゃめちゃある、言わんまあまあまあ、俺ももちろんみんなあるんやけど、ありがとう、まあそれをね、顔に出さないように、それもね、大事だと。でもね、生の良さでもあんねんけど、なんかこれはこうやって弾いてんだぜっていうしとけば意外と堂々と、そうそう、堂々としとけばハタフタしない。ああ、言うたら、言うたらうまそうだね、ダンスとかでも間違えててもそのままやるもん、俺はこうだ、これはこうだ、堂々としてる、そう、堂々としてることが大事。前もリンがワンカウントずれたダンスを堂々としてて、そっちも分かんなかった、全然堂々としてる。あと俺トップだから気づかないから自分の授業は気づかないから俺合ってると思ってるから。そうだ、じゃあバンドの時も堂々と、堂々と堂々とやりましょう、しょうか、はい、ということで早いもので、もう質問コーナーが終わってしまい、もうそろそろお別れの時間となる。最後にじゃあゆうたさん、はい、ワンマンライブの告知の方よろしくお願いします。はい、5月14日にですね、僕たちのワンマンライブが新宿ブレイズにて、はい、開催されます、はい、こちら2部構成で、2部の方がね、配信もありますので、はい、ぜひご覧いただければなと思います、そしてなんといってもですね、今回流れたプロジェクトさんにちょっと噛んでしまいましたけど、バックバンドを、担当していただくということで、僕たちもね、僕たち自身もやるし、全編バックバンドという形なので、うん、ぜひ そちらも合わせて楽しみにしてもらえればなと思います。よろしくお願いします。そしてじゃあ流れたプロジェクト、はい、流れたプロジェクトが、今年で12年結成になるわけですけど、12周年ワンマンライブというのが6月の12日に決まってまして、遊びに来てください、よろしくお願いします。わそれは僕たちも遊びに行ってもいいやつ、ね、ぜひぜひ、なったら踊ってください今度バックダンサーとか、バックダンサー俺らの後ろでダンス隙間隙間であのドラムと隙間とかすごいシュールなということで、次回の放送も楽しみに。じゃあ最後ゆうたさん、はい、合言葉は Praise Me マットキットと流れたプロジェクトでした。ありがとうございました。